風邪ひかないでね。大阪に住んでいます。彼は車を洗っています。お父さんは医者ですか？住所を書いてください。彼は彼女より3つ年上です。彼女はケーキが大好きなんだ。彼女は英語を勉強しています。彼女はフランス語を母語として話す。市長が賄賂を受け取ったんですって。買い物に行かなければならない。1時間で戻るよ。